はい、じゃあ、田中祐介君いきましょうか。都市型ファーマーズマーケットから農的ビジネスを作る。はい、よろしくお願いします。田中祐介と言います。ファーマーズマーケットからちょっとこっちはタイトル変わってるんですけど、農的仕事を作るという講義を、ちょっと考えてきました。その、まあ、なんでそもそもこんな考えなのかっていうところからお話ししたいんですけど、今農的仕事っていうのがすごく必要になってきているんじゃないかなというふうに、個人的にはすごく考えています。で、農的仕事とは何なのかと、これは完全に僕の解釈っていうか定義なんですけど、まあ、農家こう広大な自然の中で、これはちょっとネットからただ拾ってきただけなんですけど、羊を飼ってる人がいると。これが今これは多分遊牧じゃない、まあそういう考え方なんですけど、そういうことだと思います。遊牧民ですね。まあ、農家だけではなくて、農業を作るだけじゃなくて、作ったものをいかに売っていくかとか、あと農業をやりたいという人に対して体験ツアーを企画していったりとか、そもそも、まあ、そのための体験農園を企画したり運営したりとか、あとは農業分野でのファイナンス、金融、お金をどういうふうに農業に回していくかっていうのがあったりすると、こういうのが、まあ、最近すごくできていて、個人的にそのなんていうのかな、今の仕事を都市で生活しているとやっぱり自然とのつながりとかそういうのがすごく感じられなかったりする中で、どうやったらそこを取り戻していけるかとか、まあ、小さい日常の中で、なんか小さな感動とかそういうのを見つけられる仕事、もしくはビジネス、働き方とかっていうのをこう作っていくことにチャレンジしていく、それを、ファーマーズマーケットっていうのを通じてやっていきたいなというふうに考えています。さっきここに並べたリストっていうのは主に農業、まあ、今農業って言われるものと何かを掛け合わせて、例えば農業と旅をするとか、農業と体験をしてもらうとか、農業とこれからファッションとかいろいろ出てくると思うんですけど、そのこの掛け合わせるところになるっていうのが、僕ファーマーズマーケットっていうものだと思うんですね。ファーマーズマーケットってそういう説明をしてなかったと思うんですけど、まあ、ある場所にその農家さんとかが集まって自分が作った農産物を売ったり、最近の代々木公園でアースデーマーケットっていうのがあったり、僕らは元参道で今ファーマーズマーケット、あとジャイルっていうのをやってるんですけど、有機野菜とかあとはオーガニックコットンに作った服とかそういうのを買えるようなマーケット、そこに人が集まって、お客さんが集まってコミュニケーションが生まれる中で、農業と何かを掛け合わせて新しい仕事を作っていく、新しい働き方を作っていくということの実験場に、していけるんじゃないかというふうに今考えています。で、こういう計画は、まず最初に、ファーマーズマーケットっていうものがどういうものなのか、それは東京でどういう事例があるのかっていう話だったり、海外でもすごく盛んなのでその辺の話を聞いたり、いろいろ分析したりしながら、まあ、今後のそのファーマーズマーケットの意義とか課題っていうのをまず考えていきましょうと。で、第2回目には実際やっぱり作ってる人がいてそういうことって成り立っていくので、農家さん、ファーマーズマーケット出店してる人だったり、ここは最近宮地豚っていうのがすごく有名なんですけど、湘南で豚をやってる農家さんで、すごく有名な方で、その方とかに例えば来ていただいたりしてやりたいなというふうに思います。で、その後講義は3回に続いて、この辺ではさっきの農業とかけるないないっていうのをいろいろやってる人たちを連れてきてケーススタディとかこう先輩たちに学ぶようなことをしていきたいなと思ってます。最近はギャル社長っていう人がすごくなんか有名になってきてるんですけど、その人も農業にこれからギャルで乗り出すって言って、新潟、秋田だっけ、秋田かどっかで米を作って渋谷米として売り出すと、八甲の出身が秋田かどっからしいので、それで作ったのを渋谷米として売り出すと、でギャル向けの農業ファッションを作っていくとか、なんかそういうことを言ったりとか、あとは僕の知り合いの携帯の会社で働いてる人がいるんですけど、ちゃんと携帯を使っていかに農業をエンターテインメントにできるかっていうコンテンツを考えていたりとか、あと携帯を使って農家さんが携帯を使ってどうやって農業を便利にしていくかとか、そういうことを考えてたりするんですね。だそういう人を呼んできて、なんかそれぞれ生徒が集まってる人たちには思いがあると思うので、あ、こういうふうに形にしていくんだなとか、こういうのもあるんだなっていうのを具体的に学んでいくと。で、第4回は、まあ、そういう自分の思いっていうのを企画にまとめたりプロデュースしていくときに、例えば黒崎さんの方に講師に来ていただいて、どういうふうに物事を進めていけばいいのか、考えていけばいいのかっていうのを学べるような、会っていうのを考えているんですけど、まあ、ちょっと呼びたいゲストの人とかもたくさんいるんで、
この辺は柔軟にやっていきたいなと思ったんですけど、一応今はこういうふうになります。で第5回最後には、今までこういろんな人の話を聞いて、自分の企画の立て方を学んで、私はこういうふうに能力と関わっていきたいですとか、こういう仕事がしたいですとか、こういうビジネスをしたいですっていうのをプレゼンテーションすると。でここから先が大事なんですけど、その後ファーマーズマーケットっていうのが今月に2回表参道で行われてるんですけど、8月の末からは毎週末国連大学っていう場所も使って行われるということに今決まって、そういう毎週ある本当に、一等地で実験できる場所っていうのがあるので、そこで得たアイデアとか企画とかをそのイベントと絡めてどん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 実験していく。販売するものだったら販売すればいいし、イベントするんだったら絡めてイベントすればいいし、何かお客さん人が集まってコミュニケーションがあってフィードバックが出てで試せるっていうのはすごく大事だと思うので、そこで実験しながら これから先にこうその人がやりたいと思っていること、世の中に求められている仕事っていうのを形にしていくコミュニティを作っていきたいなというふうに思っています。以上で講義計画等々プレゼンテーションは あと学生の集め方とかいろいろ必要なことがあったと思うんですけど、まあ、それは今のウェブと、あとファーマーズマーケットというのが既に行われていることなので、そこで生徒さんを募集していく、その出店者の人だったり、そこに来るお客さんだったり、あとマスクにパッと周りの方々だったりっていうのを対象として考えています。はい、はい、ありがとうございます。ファーマーズマーケットも何回ぐらいやってるんですか？今11回ぐらい、12回ぐらい、はい、で多分増えてる、右肩上がり増えてると思うんですけど、はい、あの1回あたりの動員人数というか、まあ、来客数というか大体どんな感じなんですか？1000とかぐらいですかね。あ、そんな来るんだ。あのビル自体の入館者数が1回やるとそれが増えるっていうのがいいので、うん、はい、あの1日あたり、なるほどね。まあ、場所も狭いのでまだあれなんですけど、うん、これがどんどん増えていくと思います。あの農家の方のモチベーションダウンとかあったらぜひあれですよね、田中さんがやろうとしていることは、基本的にはこう、まあ、自分は今一見 の脳的仕事と全く関係ないことでも何かしらの形で絡められると、はい、そうですね、はい、そういう自分でこう、うん、なんかそういう仕事で食っていきたいという人もいれば、うん、あと今自分が勤めている会社でなんかこういうふうに農業と絡められるんじゃないかなっていうなんとなくの思いを、そのヒントを探して例えば来てもらってもすごくいいなと思うし、うん、あの全く週末だけで自分はやりたいっていう人でもいいし、なんかすごく受け皿は広いと思うので、そのファーマーズマーケットっていうイベントの、まあ、そういうふうに。なるほど、何かコメントある方いらっしゃいますか？あ、ぜひ。あのよく手伝ってるものです。ありがとうございます。そうですね、いや、まあ、あの意見というよりですね、すごいやってて面白いんで、あのやっぱり自分が呼んできた客をとかですね、前もなんか買ってくれると嬉しいし、僕もあの実際食ったんですけど、あ、やっぱ美味しいですね。この時期麦茶とかすごい美味しかったんですけど、これなんか新しい話をどんどん一緒に考えてみたいなと思います。農業は実際にやってみるとすごく別に理屈なきで疲れるんですけど、すごい気持ちいいっていうかリフレッシュするっていう良さが感じられるっていうのと、あと食べた時にこれも理屈いらなくてうまいかうまくないかっていうのがまず一発で分かるし、まあ、それにこれはオーガニックだからっていうのも後からついてきていいと思うんですけど、そういう良さがすごくあって、今は特にこれからその周りで、面白い仕事とか働き方っていうのがたくさん生まれてくると思うので、それをみんなと一緒に僕は考えていきたいなと思っているので、そういう企画をできたら、まあ、僕が1年前だったら受けたいなと思って、こういう、はい、考えました。ジョーさんどうですか？ファーマーズマーケットね、有機栽培、みんな自分の頭の中でもうイメージありますでしょうね、うん、こういう人たち集まるかもしれない、うんうん、私はこういう人たちじゃないけど、うんうんうん、興味あるけど、うんうん、そういう人は私じゃないんだから、うんうん、